博士たちの間のキリスト、博士たちの間のキリスト、A、クリストアマングザ・ドクターズは、1506年に制作されたアルブレヒト・デューラーの油彩画で、現在は、スペイン、マドリードのティッセン・ボルネミッサ美術館に所蔵されている。作品は、ベネツヤでのデューラーの滞在時にまで遡り、バラガンの祝祭の祭壇画に取り掛かっていた時に、急いで制作された。いくつかの資料によると、 絵画は画家であるジョバンニ・ベッリーニに与えられた可能性がある。ベッリーニの家でおそらくロレンツオ・ロットが見た作品であり、ロットは現在ボルゲーゼ美術館にある自身の聖、フラビアンとオヌフリウスの間の聖母子像にデュ・ラーの博士たちの間のキリストの人物の一人を使用した。この主題はデューラーによって 聖母の生涯のシリーズの基本画と七つの悲しみの多翼祭壇画のパネルですでに扱われていた。しかし、本作でデュ・ラーは全く新しい構図を採用した。登場人物が場面全体を占めており、若いイエス・キリストを取り囲んで黒い背景のための小さな余地を残しているのである。主題はルカによる福音書から取られており、神殿で時代に イエスが発見されたエピソードが描かれている。イエスの左側の人物は似顔絵であり、おそらくデューラーが見たレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画のうちの一点に触発されている。左下隅の男性はパリサイ人の監修であるベレー帽にカルトゥーシュを持っている。反対側の人物はおそらくジョバンニ・ベッリーニの絵画からの引用である。ありがとうございます。